はい、どうも、はじめまして。ビギナーマインクラフターです。でね、今日は記念すべき第1話ということでね、何もないこのフィールドからね、初夜をどうにか生き残ろうと思ってね、やっていきたいと思います。試しにね、昔、ちょびっとだけね、マインクラフトね、やったことがあるんで、まあ最初にやることと言ったらね、まず、木こりって言ってね、木を取るところからね、始めていきたいと思います。このね、木を取る作業、まあね、もう皆さんかなり、いろんな人がね、このマインクラフトやってて、で、もうね、みんなここから始めてるって言うんでね、まあもう見慣れてると思うんですがね、まあ初心忘れるべからずってことでね、ちゃんと木の方を取っていきたいと思います。話に聞いたところによると、というかね、自分も少しやったことがあるんですけど、その時にね、毎回ね、初夜、最初の夜がね、モンスターにやられてしまっているので、ね、今回はね、やられずに行けたらいいなと思ってます。お、鳥さんだ。最初の動物は鳥さんからスタートなんですね。でね、まずは、全部ね、取った原木の、白樺の原木の方を、白樺の木にね、変えて、作業台の方とね、斧とか、三種の神器的なね、スコップ、斧、ピッケルをね、作っていこうかなと思います。ということで、この辺に、作業台を置いて、まずは、剣ですね。剣と、ピッケル。そして斧の方をね作って、お、だんだん暗くなってきましたね。ちょっとこの状態はまずいですね。光源光がねないんで、松明作る時間はなかったですね。こっからはね、ゾンビとか敵が湧くのでね、そちらの方を倒してゾンビ肉の方を手に入れてね、少しでも食料確保に動きたいと思います。と言ってると、あんなところに早速ゾンビが現れたんでね、最初の勝負ちゃんと勝てるように。やっぱり、お、ちょっと痛いですね。でも剣があると、お、4回で倒せましたね。そしてゾンビ肉は手に入らないと。あれ、これは確定じゃないんですかね。ゾンビは、ゾンビ肉、お、クリーパーだ。お、すごいいっぱい湧いてますね。ちょっとこれは、え、でもクリーパーも倒せそうですけどね。ちょ、なんで叩けないの。お、死んじゃったよ。じゃあ荷物を取りに行かないと。急げ。荷物。お、でも、土掘らなくても土手に入ったから、まあ、ラッキーかな。よし。荷物を取って、土も取って、まあいいや。で、ゾンビ。ゾンビだ。ほら。お、ちょっと痛いな。痛い。ほら。よし。うわ、スケルトンだ。ちょっと隠れましょう。ああ、やばい。やばい。おい、やめろ。やばい。ちょっと隠れて。よし。やばい。なんで当たんないの。うわ、またやられた。くそ、もう一回だ。リベンジ。ほら、待ってろ。お前なんか、すぐ倒してやる。よし。まず武器。武器を回収。そっちじゃない。ここだ。あった。剣ありましたね。よし。剣ゲット。やばい。もう体力。おお。やられてしまった。よし。やばいぞ。なんでこんなやられるんだ。よし。もう一回だ。あれ？消えた。ふざけんなよ。ちょっとリベンジをさせろよ、リベンジを。え、いなくなっちゃった。どこ行った、スケルトン。あれれ、全然スケルトンが見当たらない。でも、骨は手に入ってないから、倒せたわけじゃないんだけど。どこに行ったんでしょうかね。まあ、いっか。うん。まあ、いいでしょう。まあ、スケルトンのことはね、忘れて、石でもね、採掘していきましょうか。こちらのね、石の方を集めるとね、今使っているね、木の武器がね、石の武器になって攻撃力とか耐久力が上がるんでね、
まあ、上位互換ってグレードアップですね。ということで石の方を集めていきたいと思います。そしてね、ところどころね、ただ石を取ってるだけとかのところはね、早送りで放送していきたいと思います。化石掘りだって言ってたら、お、左側になんかクリッパーがいないか。ちょっと待って待って、クリッパーとクモがいる。なんでこっち来ないんだろう。気づいてないのかな。これはまあラッキーだけど、ちょっとここにいるとね、いつ襲われるか分かんないんで、少し場所変えましょう。ということで、お、こんなところに洞窟があるじゃないですか。これはいいですね、洞窟。早速入っていきましょう。後ろからね、敵が来てないことを確認して。レッツゴー。お、早速、石炭発見ですね。あ、これはかなり嬉しいですね。この石炭とね、木の棒でね、松明ができるんで、これで夜の光源がね、獲得できました。よし、早速松明を作りましょう。まあ、棒がね、あんまりちょっと持ってないんで。おお、明るい。これが文明か。あー、嬉しい。お、てかこんなに松明、松明じゃない、石炭があったんですね。早速ホリホリと。これでかなりたくさんの石炭集まりましたね。いや、嬉しいな。そして松明を置いてと。お、お、クリーパーだ。え、まあ、でもね、三人称視点からね、一人称にしたんで、ちょっと見やすい。やばいやばい。お、爆発。爆発しちゃったけど、まあ、でもダメージあんま食らわなかったから、今回はなかなか良かったんじゃないかな。お、鉄だ。とりあえずね、安全確保してから、行きたいと、掘りたいと思います。ということで、内側も敵は来てないと。まだ大丈夫かな。うん、大丈夫そうだ。ということで、まず鉄の方、木のつるはしで掘り掘り掘りと。結構時間かかりますね。あれ、あ、木のつるはしだと鉄手に入んないのか。ちょっとグレードアップさせて石のつるはしでね、とりあえず掘ってみたいと思います。ということで、石はさっき掘ったから木の棒かな、足りないの。そうだな。で、石のつるはしゲットと。で、最初にね、この木のつるはしがね、まあ、もったいないんで、石を掘って使い切ってから使おうかな。ん？待てよ。いや、そんなことする必要ないな。とりあえず石のつるはしでこの鉄を掘って、で、この木のつるはしはね、多分この鉄をね、取ったとしても、これはまだ鉄鉱石の状態なんでね、鉄に精錬しなくちゃいけなくて、その時にかまどをね作って、かまどで火を焚かないといけなくて、その時の燃料にしちゃえばいいやってことでね、早速かまどと、そして鉄鉱石を入れて、よし。で、ここはいらなくなったツルハシで鉄鉱石投入と、これで少しまた鉄が精錬してる間にね、ちょっと冒険でも行こうかな。松明作って、あー、木の棒が足りないですね。まあでも8個あればまた見に行けるからね。で、なんもね、行くとこね、あ、こっちにあるか。おお、あ、目が光ってる。なんだあれは。目が光ってる。あ、雲か。雲はさっきね、倒してるから簡単でしょ。全然気づかない。あれ、届かないのかな。お、届いた届いた。あれ、全然落ちてこない。お、倒した。結構安全に。あ、ここはもう外に出ちゃうの。あ、お、夜が明けてる。とりあえず初夜は何回か死んじゃったけど、なんとか乗り切りましたね。じゃあこっちから戻りますか。あ、こっちはまた別の洞窟続いてるのか。ちょっと砂利落として危ない。松明もね、忘れずに回収して。ちょっとこっちは先が長そうなんでね、放置してね。そして夜が明けたのでね、木こりの方を再開していきたいと思います。ここからね、木こりのシーンが少し長いですね。まあ、おなじみのごとく早送りさせていただきます。
がいるから、あ、これでハサミを作れば毛皮が、毛皮、毛皮っていうのかな、羊の糸、羊の糸、糸ちゃうな、羊毛だ、そうそう、羊毛、羊毛、羊毛がね取れてね、でベッドが作れるんでね、さっき取った鉄を回収してハサミを作って羊毛の方をねゲットしていきたいと思います。ということで、さっきのかまど、あ、1個しかできてないな、なんかいらないの燃料にしないと、あ、まあ石の、石じゃねえや、木の武器シリーズをいらないからね燃料にしていきましょう。まあこちらの方はね、石のシリーズにねグレードアップできるんで、そっちで賄えばいいかなって感じです。ということで、木を、木材のね、原木の方を木材に変えて、で棒の方をたくさん作ってね、でさっきの石の武器シリーズ、石と石の斧、石の剣、まあ石のつるはしはまあ持ってるけどどうしようかな、まあいいや、でね鉄2個ゲットってことでね、ハサミ、ハサミどこだ、ハサミを探せ、んそれバケツだ、あ、右上ですね、でハサミを回収して、さっきの羊から毛皮をね取っていきたいと思います。んどっちだ、出口、こっちかな、松明をね、できるだけ作っておきましょう。お、いっぱいできるな、64個以上ゲットした、よっしゃ、これで完璧だ。あれ、ここどうやって降りたんだろう、まあ、とりあえず鉄のピックルで壊してジャンプ、あれ行き止まり、あれ俺どっから来た、んどっから来たんだ、全然わかんない、これは暗いから違うしな、反対側から行きましょうかね、ここかな、こっち合ってるかな、合ってる合ってる、よしよしよし、羊を、さっき2匹いましたよね、羊どこにいるかな、この右に、あ、1匹いますね、まずはこの1匹から、ハサミを武器のところに入れて、飼っていきます。おー、羊さん、毛皮ちょうだい、毛皮じゃねえ、羊毛ちょうだい、狩る、よし、お、2個も手に入った、ベッドには3つ必要だから、あともう1体、あれいないな、どこだ、全然いない、この上から覗けばいるかな、あれ、お、ロバだ、あれロバって結構珍しいんじゃなかったっす、なかったでしたっけ、まあ、とりあえず騎乗してみよう、よしよしよし、お、もう懐いた、でもな、まだ、馬に乗るためのね、道具が手に入ってないんでね。まあ、とりあえず今回はこれだけということで。あれは豚さんと、ピンクの豚さんはいたけど。あれ全然いませんね。どこ行っちゃったんだろう。さっき2体いたはずなんだけど。あ、いましたね。あれ、こいつ、さっきのじゃないか。まあ、とりあえず怪我はちょうだいと。よし。これで、毛が3つ以上集まったんでね、早速ベッドが作れる、よし、ベッドが作れる、あれ、あ、白のベッド、なんかベッドは自分の中では赤いベッドのイメージがあったんですけど、これはバージョンアップで、あれちょっとなんか白はなんかホテルのベッドみたいだな、なんか赤白の方がかっこよかったけど、まあいいや、とりあえずここ置いといてもしゃあないな、とりあえず取って、まあこれでね、とりあえずベッドができたんでね、遠出しても大丈夫なようになったんで、これでね遠出して、自分のね拠点となる場所を探していきたいと思います。まあね、ここはね草原で結構いいかも、作るにはいいかもしれないんですけど、どうせだったらね、見晴らしのいいちょっと小高い丘みたいなところにね家作れたらいいなーって思ってます。というわけでね、今回の動画はねここで終わらせていただきたいと思います。次回はね、おそらく拠点を探す旅になると思うんで、また見てくれると幸いです。ではまた次回お会いしましょう。さらば。